せーの、マリンパッパです。はい、今日は新秋服購入品紹介。秋になるということで、はい、秋服をシーンでたくさん頼んだので1点ずつ着用して紹介していこうかなと思います。はい、そんな感じでやっていきましょう。まず1点目。かわいい、かわいい。そうで、まあ、秋服紹介やねんけど、ちょっと来週から沖縄やから2着ぐらいあるんかな。うん、2着、2着ぐらいかな。ちょっと夏服を買いました。これ持っていくのよ。そうかわいくない？天使みたい。丸みはな、ブルーブルーやな、安定のブルー。フーはちょっといつもと違う感じで白に着ました。はい、で、まずこれはちょっと生地がね、変わってるんですよ。これが可愛いなと思って頼んだけど、めっちゃよくない？丈もこれぐらいや、丈もこれぐらいなの。ヒール履いてちょうどいいな、めちゃめちゃ、うん。でもさ、まなみさ、身長低いからさ、ワンピースのサイズとか、結構迷うねんな。これだってちょっと着られへんかなとか結構あんねんけど、これは絶対いけるわと思って買ったら全然いける。横とかもいつも詰めに行くねん、前のもな、結構置いててんけど、だけど今回はいかんでいいっていう。確かにです。全然いけるやろ。だってまなみマジでな、シーンで探すの上手よな。そうやねん、かわいい、かわいい。まなみ生地がいいのを選ぶのめっちゃうまいよ。うまいな。じゃあめっちゃ見るから。そこまで見てないねん。かわいい、入れよ、かわいい、タグ入れよ。かわいいで、めっちゃもう何人もの生地を見て、どんな生地かな、ペラペラじゃないかなみたいなのめっちゃ調べる。シーンは口コミめっちゃ書いてるもんな。そうみんなめっちゃ写真付きで載せてくれたりするから、分かりやすいかも。そうやね。で、ふーちゃんはふーちゃんはね、これね、かわいい、かわいいやろ、ふーっぽくないやろ。でもふーっぽいね。え、ふーっぽい、ふーっぽいよ。フーも身長がめっちゃ高いわけじゃないから、こういう肩、こういう肩ひもに調節できるの。だから身長低い人でも全然着れると思う。え、てかここが可愛い、めっちゃ、うん、え、めっちゃいい。フーやん、映えるくない？うん、これで沖縄で映えんのよ、フーはいっぱい、うん、いいと思う、それ。はい、可愛い。はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃんじゃんじゃん。かわいい。なんかさ、最近こういうの流行ってんの？なんかここの服、この半袖とこの手袋つけたり。あー、なんかおるな、こう、こういうなんかここ多め、ここ大きいやつ、うん、そう流行ってんのかな。かわいいな、めっちゃ。かわいくない、うん、ほんまにめっちゃいい。ねえ、しっかりしてる生地が。でも今とかやったらこれ脱いでこれで良さそうじゃない？これセットなんや。セットやねん。で、まぁ、ちょっとこう片付け、あーなるほどね、しちゃったり、ほんまに今着れるよな。今着れんな。はい、次、ふーちゃん。これも沖縄に持っていくワンピース、うん、黄色、ちょっとカラフルなやつが欲しかったから。でもな、ちょっと大きいかも。ここだから詰めに行ったら全然いけそう。ちょっとだけ大きい。なんかでもふーがこの色珍しい。やろ？うん、なんか白とか黒ばっか多いから、たまにはね。え、いい、かわいい。これも沖縄に持っていきます。で、これで映えます。いざ楽しみにしててね。はい、はい、じゃあ次、はい、じゃあ次3着目。じゃんじゃん、じゃーん。かわいい、かわいい。ね、このまなみのやつは網のニットになってるんですけど、まあ、中は自分のも合わせてるんやけど、こんな感じになってます。何でも合いそう、ほんで、うん、何でも合うと思う。で、まあ、今回ちょっとアメニットを結構買った、なんか秋ってさ、まだちょっと暑い日もあるけどみたいな、うん、ちょっと寒いしみたいな、やっぱ多いやんか、そういう日がな。だから、まあ、これぐらいがちょっとちょうどいいんかなみたいなんで、何着か似たような感じのやつを買いました。私こういうの着てる人めっちゃおしゃれやなって思う。まだこういうの好きやな。好き。はい、フーはストライプとボーダーのツートーンのセーターです。うんうん、めっちゃ袖がさ、ワイドになってて可愛い、可愛い、いわゆる萌え袖。狙ってるやん、あんた。狙ってるやつやん、それ。歩く時もちょっと 見えないようにこうやって歩くね。え、でもなんかロングのブーツとか履いてもそうやし、可愛いよな。可愛いと思う。
スタイルよく見えそう、うん、めっちゃいい、めっちゃいい。え、なんかいいやん、いいやん、デートの時は着ていくやん、絶対着ていくね。はい、じゃあ次、はい、はい、次、じゃんじゃーん、じゃーん、すっきゃな、こんなん、ほんまに。じゃあ、こういうのにさ、ちょっとブーツとか履きたいね。うん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 。まあ、ブラックは、今年あんま可愛いようにしてたよ。そうやな、夏の、うんうん、もう結構、まあ、冬になったらブラック多くなるから、うん、もう夏はカラーでちょっと楽しもうみたいな感じでブラックを全く買ってなくて、あでももうまあまあ半袖袖もあるし肩も出てちょっといつもと雰囲気違うから、まあ、ちょっとブラックにしてみようかなみたいな、かわいいなって思って買いました。うん、もうこんなん似合う子になりたい。じゃあ次ふーちゃん、はい、これ真っ先にカゴに入れました。はい、かわいくない？もうな、お羽がのいっぱいヒョン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 ついてんねん。で、ここも見て、ポイント、ボタン、パール。え、いいやん。まだ、着れんなと思って。うん、いけそう、全然秋いける。秋いけるよな。うん、いけそう。ちょ、でも夏は逆に暑いさ、暑い、暑いってよく、なんやろ、もわもわする、もわ汗かきそう、汗かいて、こことかしんないしんないのね。そう、でもこれちょっと洗濯気をつけようと思って。うんうん、気をつけたほうがいいぞ。なんか全部なくなったりとかしない。もしでもこれ取れへんかったらほんま優秀じゃない。優秀、パーッと取れてもだ、ちょっとあれやけど。だからまあフーのインスタに見られへんかったら、あ、洗濯で死んでんなと思っといてください。はい、はい、じゃあ次いきます。はい、じゃんじゃーん、じゃーん。どうしてダンサーおりやん、ダンサーどうしてどうして踊り出すんじゃん。ダサあ、ちょっとあれアミですね。すっきゃな。アミ。可愛いやん。めっちゃ可愛くない？でもさっきのとは全然違うから、それでも見て。まあ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 。こんな感じ。で、この長さもここまでしかないっていう。だから白のあれを中に合わせて。なんでも合いそう。でもなんか、うん、カラーもんでも合いそう。そう。で、まあこのね下はカーゴパンツ今合わせてるんやけど、うん、最近もなにカーゴパンツはよく履くんですよね。だからなんか、あ、こういうのに合わせたりしたいなって思って、で、ほんまはカーキのカーゴパンツ、うん、これはシーンじゃないんですけど、うん、カーキのカーゴパンツをシーンで探しててん、いいのあるかなって、うん、探しててんけど売り切れやった。あー、人気ないな。そうで、ほんまはな、この下はなカーキのカーゴパンツとかにな合わせてきたかった。でもジーパンとかでも合いそうやけど、ジーパンとかはもう絶対に合うな。うん、お気に入りです。かわいい。イエーイ、タラッタタラッタタタタタタラッタ。はい、かさ、いや、ボードに寄ったって今目の前に。はい、カラス違うって、これズボンがないから今まだ見つかってるから今カラスみたいだけど、ほんまはグレーのパンツとか、うん、まさにジーパンとかでも、うんうん、違う。これはこの風な、あの、うん、1枚だけで着たかってん、うんうん、それぐらいの長さ欲しかってんけど、ちょっとね、1枚で着たらちょっと足りひんから、布が、うんうん、ちょっとなんか下にズボン履かなあかんねんけど、ここの見て、それかわいいな、穴開きセーター、おしゃれやろ、ただのブラックじゃないぜみたいな、うん、ただのカラスじゃありませんみたいないいやろ、うん、ちょっとおしゃれ、うん、こういうの変わってんやろ、かわいい、かわいい。はい、じゃあ次行きましょう。はい、次次次、じゃーん、かわいい、どうぞ。はい、こちらは萌えニットです。萌え萌えニット、こちらも萌えニットです。え、言わん、このこれやろ、これやろ、ハンガーネックって萌えみたいなの言わない？萌えニット、萌えニットじゃない？でもちょっと山田みたいなのちょっと萌えちょっと違うな、萌えではないかもしれない。じゃん、めっちゃいい、でかくないな、全然でかくない、ピッチピッチリやろ、ピッチピッチかわいい、ブルーブルーにしました。バリ好きやん、バラミと言ったらブルー。じゃあ次、
フーは、なんか、テレビか何かかな、で、ここの首、そう、なんか可愛くないからやめや、白の普通で、普通で袖で、普通でやつが、で、あとマッシュ、女の子のボブがモテるって聞いて必死かよ、一着買ってみようかなと。必死やん、わかる、この絶妙なワンピースの丈、わかる、膝見えんでみたいなガードそんな硬くないでみたいな、けど緩くもないでみたいな、バリッ感じやん。こういう女子がな、一番モテんねん。かわいい、かわいい、かわいいよ、普通にでもなんか風やねん、まなみはこれ着たらちょっとちゃうねん、多分。あー、かわいい感じやねん、風って。だから似合うけど、こうまなみとかが着たらなんか怖いやろ。似合わんと思う、あんたには。やろ、絶対似合わん。そう、ちょっとちゃうねん、風やから。これ似合う服やで、これ寒いね。はい、じゃあ次、あ、最後まで言わして。あ、温めて。寒いね、ホットココアが飲みたいなクラムチャウダーでもいいよ。二人で一緒にいたらあったかいね。じゃーん、じゃーん。なあ、なあ、さっき可愛いモードだったから気緩んだ。気緩みすぎやろって。はい、こちらまたまたアミニットです。でもこれはフーもあのカゴに入れてて、まあ入れてて、色違いやったっけ。そう、色違い、これのベージュみたいなのを入れててんけど、なんか完売やって届かなかったよな。そう、なんか今このちょっとなんかちょっと、え、どうしたどうした急に語彙力どないした、どうしたどうした、なんかこのなんかジーパン、ジーパンな、これジーパンって言うの分かる、ジーパン言える、まあこの服ちょっとね、このジーパンに今合ってないんですけど、まあちょっとまあね、服がないからね、今服はちょっと、そう、今は服がないからこのジーパンに合わせるんですけど、まあ、違う感じに合わせたらめっちゃ可愛いですやっとできました。次次次次次これもちょっと白なんやけど、普通のセーターです。これも、まあ、萌えにとってよ。でも冬寒いから、そう、やっぱ首守んのと守らんのんで全然寒さの感じ方が違うから、うん、え、スタートネック着る人って色気あるらしい。まあ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 、自分ではあんま思わんけど、まあ色気あるとは結構言われる。でもなんかあんな声覚えちゃうね。いや、よついて次上やな、二人とも羽織シャツとニット、ニット、それいいねん。さっきからさ、なんか狙いに行ってる服ばっかりじゃない。なんか狙ってる、だってこんなんやったら、だからさ、だってやめて、もうやめて、そういうの、やめて、もうやめて、早く紹介して。はい、じゃあ学びます。これです、この上のね、シャツなんですけど、怖くない？怖い。え、このシャツの色がめっちゃ可愛い。そう、ブルーでもなく紫でもなく、紫でもなく水色でもなくみたいな、何これちゃうみたいな感じなんですけど、可愛い、めっちゃ。でまあ沖縄とかも行くしさ、うん、羽織これめっちゃ、これ好きやみたいなあるやん、これ俺好きやみたいな、これか、まあ、こっちでもいいやな、肌かけてちょっと夜になったら行けようかなみたいな感じ。ワンピースとかにも合いそう。うん、怖くない？怖い。はい、次ふーちゃんはカーディガンでーす、ちょっと短め、ブラックピンクの店が最近こういうの着てた、いいなと思って、それでいいなと思って話してたんだ。ノーマン中は黒じゃなくてちょっと白とかでもいいかな。ほんまで流されんなこれいいなと思ったらもうこれやねんそう、かわいいなって言ったものすぐ買うねん、うん、でもいい、これいい。じゃあ次行きます、はい、じゃーん、次違うねんって、かわいいねんって、見てこれね、まあこれもこれも惜しいやねんけど、これにちょっとリップ背負ってちょっ
っと末に韓国行ったらこの服で行こうかなとか思っちゃったんけど、どうかなぁ。フーの色ちょ、これで行こうかなみたいな感じ。え、変？おしゃれって奥が深いよね。え、ちかさ、別にさ、普通やと思うねんけど、だってさ、ボーダーやで、ただの、うん、可愛くない？韓国っぽくない？あの、飛行機の、え、何？人あんたのニットの方が結構やばいかな。なんで、なんか、糸を見、うーで、じゃあ、普通のセーターです、ブロックセーター、うん、可愛いな、うん、え、でもなんか風っぽくない？これな、思った。今ってやった時にえあれみたいな、なんか単品で見たらめっちゃ可愛かったんけど、なんか来たら風っぽくないなと思って。やっぱ風ってさ、多分ほんまにみんなイメージあると思うねんけど、うん、ピンクやったり、うん、白やったり、うん、なんか可愛い感じのイメージがもう強すぎて、うん、このニット風っぽくない？可愛いけど、大丈夫、大丈夫。失敗ではないです。失敗じゃないけど、まあ、風には合わなかったっていう感じで、うんうん、これじゃあげんね、これじゃあげんね、いらん、え、いらん、大丈夫、大丈夫、大丈夫、あげんなんで、大丈夫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 、じゃーん。で、お悩みはこちらの顔パンツです。かわいい、サイズもぴったりやわ。で、足もめっちゃぴったりや、うん、ちょうどめっちゃいいんやけど、なんかな、カーゴパンツ買うやんか、大きいこと多いね、まなみ身長ちっちゃいから。やねんけど、まさかのサイズがぴったりっていう。今回まなみ当たりばっかじゃない、サイズ、うん、だってハズレ引いてないもん。じゃあ次のちょっと書くわ。うんうんうん、いい。これはその沖縄とかその次韓国とかも控えてるんやけど、うんうん、その飛行機で着れる帰りの服を一着欲しくて買った。で、多分飛行機の中って寒いから長袖、うん、で寝る時とかパーカーをこうやってやってきたりしてるからさ、うん、ちょっと長いこれ。あ、でもそんなことないか、全然大丈夫。靴とか履いたりさ、靴履いたら大丈夫。え、いいやん、これまだも買う。お揃いでさ、行こう。かわいい、うん、え、いい、生地もいい。そう、生地もちょっとタオル生地なんやけど、うん、あったかい、普通に、うん、一番いい、一番いい。タオル着こう。えー、そうガチ。だからまだも買う。まあ、確か指入れる、指入れれる、指で、え、めっちゃええやん、これめっちゃいいやん、それめっちゃいい、嬉しいよな、これ。え、それちょっと、送ってこれ買う、まなみ。これ何色あったっけの、ちょっと見るか、うん、色は、ブラック、グリーン、で、ライトグレー、この色な。で、ダークグレー、ダークグレーも可愛いと思う。カートに入れて、イライラ、キスキスキスな、それ入れといて、入れといて、入れといて、送る送る、なんだよ、大丈夫、少しし送っとくな、ケチャーが、いや、ほら、お金払ってもらえそう、ケチャー、はい、オッケー、はい。で、まあ、最後、はい、最後、いきましょう、はい、最後もこのままいっちゃう、このままいこうか、うん、はい、じゃん、サンダルでーす、じゃーん、ブーツでーす、こんな感じ、歩きやすそう、うん、めっちゃいい、見えるかな、え、あれ生地いい、これ、こういうの普通に売ってんもん、1万円超えとかで。え、めっちゃ可愛くない？うん、めっちゃ可愛い、ぴったり、なんかちょっとここブカブカやったりすんのかなと思っててんな、うん、ぴったり、え、めっちゃ可愛い。いや、シーンの靴風な、あんま失敗しーひんね、うんうんうん、全部当たりかも、今まで。えぇ、ー、めっちゃいい、え、めっちゃいい、え、めっちゃいい、これちゃんと見せて見せて。え、てか、それもええな、うん、てか、まずシーンって感じしやん、確かに、安いみたいな感じしーん、はい、まあ、そんな感じです。向いてな。はい、まあ、今回シーンの秋服紹介やったんですけど、はい、まだね、大当たり、ほんまにみんなシーン買ってほしい。うん、なんかまだなんか大丈夫みたいな、うん、シーンってどうなんって結構聞かれる、怖い人も多分おると思うねんけど、まなみもほんまに最初そうやったもん。せやな、
え、シーンみたいな、安いし、なんか絶対生地微妙やんみたいな思っててんけど、全然いい、クオリティが高すぎます。まあまあまあ、皆さんも、はい、今回まだまだちょっといろいろ紹介したんで、うん、真似して着てみてください。はい、真似してね。はい、そんな感じで終わりたいと思います。バイバーイ。So